どうもです、はい今日は実はですね、はい、この場所をまず説明しますと、はい、ヒロさん、ねうんうん、メインチャンネルでも何度か出ていただいている、はい、ヒロさんの焼肉屋、はい、分かりやすく言うとノンスタイルの石田と一緒に撮らせてもらった店だったりするんですね、はいうん、でその店はちょっとややこしいんですけど小山台にあって東京のね、うんはい、で今僕たちがいるのが恵比寿店の55さんに個室ですごいいいとこでね、はい、めちゃくちゃいいよお邪魔してまして、うん、まあちらには常だったりとか、はい、ゆか子さんだったりとか、はい、いるんですけど、はい、実は現場メンバーが今日勢揃いで、まあ、後ろに木島くんもいたりするんですけど、はい、実はね、はい、もうメインチャンネルで出てると思いますけども、うん、新メンバー新メンバーよリュウジの、はい今日初めての、はい、ちょっと食事会、はい、会食といいますか、はいもう面接とかではないよね、うん、もう俺の中で決めてたんで、はい、リュウジが一体どんな子なのかっていう話を、まあ、みんなでしたいなと僕は思って、はい、今日この会を設けさせていただいて、うん、でカジュアルエイターの部屋でもせっかくだとちょっとご紹介したいなと思いまして、うんうん新メンバーの、はい、リュウジ君です。はじめまして前田リュウジです。よろしくお願いします。かっこいい名前。前田リュウジ、もうメインでも言ってると思うけど、はい、かっこいいの。いやかっこいい。習字の字がバババババっていうのがもうね、そう似合う。でまさかの入ってきたところなのに真面目ランキング木島と同率タイっていう。いやすごいわ。首位タイっていう。びっくりしました話いろいろ聞いて。うん、そうだからまあこれから先動画とかでもちょこちょこリュウジの話だったりとかも、うん、まあ出てくるだろうしね。はい、本当に新しい風が吹いたなって思ってますね。うん、これはね、うん、今までにいない。いやもういないですよ。そうですね。タイプの木島はねマネージャーだったから、うん、あれだけども現場メンバーでってなってくるとすごい、うん、新しい風だと思って面白い。まあ、中野くんがなんか不安な顔してるんですよ。うん、どうした？いやちょっとイケメンなんでちょっとねこっちにみんなかっこいいかっこいいってねなったら不安じゃないですかやっぱり。中野くんそのかっこいいかっこいいってなってたっけ？そうだっけ。なんかいや唯一の独身メンバーとして今まで、はい、中でそこがもう全部こっちに行くんじゃないかという。まあどういうこと？そっち行くって唯一の独身メンバーっていう風な見られ方してたのが、うん、全部こっちに行くんじゃないかっていう不安です。全部そっちに行くってどういうこと？どういうことなの？ちょっともうねなんか変な話になってきましたね。すごい変な話だね、うん、はい、うん、僕もなんか言ってて意味わかんないです。すいません。こんな感じの映像、はい、というか、まあ、撮影を、はい、リュウジに見せたくなかった。ごめんよ。こんなんじゃないのよ。はい、本当パキッと、そう、パン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 ドンみたいなのをやりたかったなって。新メンバーの前でちょっとカッコつけたかったですね。おそらくリュウジ不安になってんじゃないかなって思いますけど。普段はこんなにぐちゃぐちゃなんだっていう。情けない。まあ一応木島も後ろにいるっていうことを、はい、うん、お願いしますね。みんなで、はい、食事会でしたね。はい、はい、なんでこれからもゆか子さんもね、リュウジはいろいろと頑張ってくれるみたいなんで、まあ基本的には裏方なんですけども、はい、編集などもリュウジがやってくれるということで、うん、ゆか子さんを師匠とし、うん、そして現場では中野くんを師匠とし、うん、大丈夫？中野くんが師匠ってもうぶっちゃけ不安じゃない？まあ、少し不安な部分。おもろいなと思って走りましたよ。もうなんでそこにずっとマスク入れてるの？目にすいません置き場が分かんなくて、うん、失礼しました。そうそう今実はねバーっていろんな喋りしてる中でね、リュウジもひょっとしたら今日現場でいるから映ったりとか、はい、演者として出るかもしれないからね、うん、その辺のスキルもちょっと上げていこうねみたいな会話をしてて、うん、はい、今ちなみに僕ちょっとやらしい話試させてもらったんです。なるほど、うん、ね、見事に答えたから、ね、素晴らしい、素晴らしかったと思いますんで、うん、まあこれからもちょっと一回りまたどんどん大きくなっていくカジサクチャンネルをね、はい、応援していただきたいと思いますので、はい、これからもどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。